どうも、ジョルジュ川野です。ここはさやです。マーラでございます。5月20日、はい、イオンの感謝で、イオンの感謝で正解。あ、正解正解そうです、ね、はい、終了。今日はなんと世界計量の日、全部測ります。紹介したまま一個一個。感じでお願いします。はい、お願いします。そろそろっていうか、もう梅雨対策というよりは雨対策、ちょっとここでやっていきたいなと思いますので、雨の日キャンプのおすすめ、ビギナー様で必見になりますので見てください。はい、そしたらロゴス、トラットパネルドゥーブル XL、 本高がジャスト10万。僕のイメージなんですけど、ロゴスは本当に雨の日に見てほしいです。あの弾き方がすごいのが僕のイメージで、ちょっといきますね。バスバス飛ぶんですけど、テフロン加工されてるフライパンみたいな、ここは分かりやすいかな。この感じ、綺麗に丸っとつるっとなります。で、あとね、雨が降った後カードのとこにいっぱい溜まるんですけど、そこのところもちょっと見といていただければ、自分の持ってるテントの発生性が落ちてるんじゃないかなっていうところは、そこもチェックしていただいてもいいのかなと思います。これもトラッドシリーズのデュオ、2人用みたいな感じかな。オーニングリビングデュオロゴスですね。これも同じく綺麗に弾けています。で、中のボトムのところに関しては耐水圧非常に高めになっているので、よく雨が降って下から浸水してくるかなっていう心配されている方いますけど、まあまずないです。はっきり穴が開かない限りは上がってこないので。で、メーカーによって、ものによっては、耐水圧が2つ分かれてて、フロアとかボトム耐水圧と書かれてるやつはここだけの耐水圧を上げてるものっていうのもありますので、2種類書かれてたら耐水圧高い方が内側の底のところ、外側はもう傘と一緒なんで、基本的には球面で落としていくので、こういうふうにオーバルタイプでブーって落ちていくので、正直言うとマーラの場合ですけど、そこまで大きな耐水圧っていうのはあんまり求めないですね。で、ボトムのところはグラウンドシート引いていただければ、それだけでも変わりますんで、そこです。で、雨降ってる時のちょっとポイントなんですけど、ここに水が溜まっちゃうので、そこだけちょっと注意してください。で、このままだとここが潰れていってしまいますので、まあやり過ごすんであれば、真ん中に寄せて、今ロープのとこ伝ってきましたけど、こういうふうに雨どいを作っておいてあげるか、もう直接こう落としてもらうか、両サイド落としてもらって流してもらってもいいですけど、これで水がジョロ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 って今落ちたみたいにやっとかないとテント潰れちゃいます。で、フラップのところ、まあエルフィールドですけど、これテント自体はもともと防水性なので、濡れても構わないです。僕の服みたいにずっと濡れるわけじゃないんで、こうやると基本的には全部飛びます。フラップの丸め方なんですけど、雨の日開けてていいんですよ。暑苦しいから、暑いから開けときたいんですけど、このロールするところは内巻きにしてください。内巻きなんで雨がここで落ちますけど、これ外巻きだとこういう状態でここに水がどんどんはまっていって、中水が溜まりまくるので切れたりとかしますし、カビが発生しますんで、必ず外から見て内巻きしてください。で、メッシュが残ります。メッシュちょっと濡れてるんですけど、メッシュに関しては防水じゃないです。あの、見たらわかるけど、なわけないよね。あの、穴が開いてるんで、なるんで、ここは防水じゃないので、水に弱いです。で、案外メッシュってカビます。で、これもこの子と一緒に巻き取ってしまうと中に湿気を溜めてしまうので、雨の日巻きたい時はいっぺんに巻かずに、外側とメッシュは別で巻いてください。メッシュに関しては別にこれテントの内側に来るので、今やってる外巻きでもいいと思います。大外に来るわけじゃないので。結構ね、モアナが持ってるやつも意外にこうメッシュの部分がカビ
ってしまったやつもあるんですけど、普段からこういうふうに2つ分けて丸めといてあげるとカビにくいのかなと思います。で、いよいよいい感じに濡れてきまして、耐水圧というかこれぐらいポロ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 っていってくれるといいですよね。水玉になってくれれば表面張力も使いながら球体にして撥水で落としていく感じになるので、雨の日の明けての撤収の時も乾かないっていう前にポンってやってあげれば基本的にはすぐ乾きます。エントリーパック TT のボールとかボールドもしっかりと撥水、してますね。このタイプに関して言うとちょっとてっぺんのところはしっとりしやすいんです。なんでかっていうと、ずっと雨に叩きつけられて水が溜まった時は水の溜まりができてしまうと球体ではなくなってしまうので表面張力で流れないので水が溜まらないようにしたいです。なんで、大型のテントだったらシールドルーフつけてあげることもいいですし、この設定であればこのテントをもう中に入れちゃうっていうのも選択なのかな。ヘキさんもこう同じような形で撥水しっかりしてます。でこういう大きな面でやるやつに関しては本当に雨水の重さを感じますので、雨の日風の日両方対応するんですけど、流す道を1本作ってあげます。で張ったままで これロープ張ったままで今こっち側で落としたんですけど、こうやると全部ここに集まってきますん で雨が止んだらこのままバコって抜いてあげると、元通り張り直すことはないので、こういう風なやり方もあります。ランドロックですね。ちょっとこれ年数が経ってるランドロックですね。ちょっと水弾きのはそんなに指定はないですけれど、これもしっかりと撥水はしてくれてます。で後からこう防水スプレーとかを塗っちゃうとテントの場合あんまり良くないんです。実を言うと僕の経験上ですけど、ある程度年に5回6回以上2ヶ月に1遍ぐらいはキャンプ行ってるよっていう人で、だいたい4年5年ぐらいで撥水性は落ちますので、雨の日でちょっと流れが悪くなったっていう時はもう膜を交換した方がいいと思います。防水スプレーというのはあまりそこまで役には立たないので、役に立たないってあれですけど、そこまでのもんじゃないので、もともと合ってる機能が落ちると変えた方がいいかなと。ただ雨の時だけなので、雨が降らないという時はその大事な膜はずっと使い続けた方がいいと思います。5、6年のところなんですけど、ここにこういうテープが貼られてます。シームテープって向こうが透けるんですけど、ミシン目が通ってて、これシールがないとミシン目から水が入ってきちゃうんですけど、ここがちょっと浮き上がってくるのがある程度目印、経年の目印なんで、向こうからはミシン目が入ってて、要は穴が開いててここで止まってる。でこれがめくれちゃうのが大体5、6年、よく使ったとして4年ぐらいでも開く場合はあるので、ここのところに関してはこれが浮いてきたらアウト。よくたまにそのテント買ったばっかなんすよって、でも雨漏れしてきて見たらシームテープ剥がれてるっていうのは、実はこれ製造された年度からがその子の寿命は始まってると思ったらいいと思います。ちょっとアウトレットで買って旧品番なんですけどって言って、旧品番買ってもらってもいいんですけど、買った日からがその子の1年目ではないっていうことは理解しておいてください。なんでたまにニューモデル出たらニューモデル買っとくのもありですよっていうのは、まだ若いので僕はそこは信用度高いのかなとは思います。そうですね、タフスクリーの MDX プラスって去年2021年、いや今年も多分そうなると思いますけど、年間で一番よく売れるメジャーなテント、機能がいいからなんですけど非常によく弾いてますね。ここなんかめちゃ分かりやすいですね。大きな玉になってもしっかり流れていく。これ雨の日出す人もいるんですけど、どっちでもいいというか、中が湿気てしまうぐらいだったら中に入れてても全然構わないです、ね、結局水溜まってしまうので、どっち選択してもいいですけど、別に外出てて何もいいことっていうのはそんなにないです。通気性が下がるだけ。あまり土砂ぶさで水が溜まってるようだったら、そこの機能って別に何の役も立てないんで、中に入れてもらうのも僕はいいと思います。これぐらい雨が降ってきて撤収前になったら、あっこのひらひらのところは払っとくか中に入れといてもいいです。わっすごい、タラスブルーバーめちゃくちゃ流れてる。たまたま形があるんか分かんないですけど、こ
これいいですね。これちょっとめちゃくちゃいいですね、この流れっぷり。あのモアナは実はあの雨の日がすごい好きで、お客さんにもよく言うんですけど、雨の日キャンプどうですかって、雨の日が大変でって言うんですけど、僕雨の日のキャンプめちゃくちゃ好きで、これが見れるからが大きくて、この流れっぷりがすごい良くないですか。でも分かる人は分かるかもしれないですけど、これが落ちながらこう行くっていうね。タラスブルバー、これリップストック加工されてて、生地もいいんですね。デザインだけじゃなくて、そもそもテントって機能なんですよ。でスキーウェアもレインウェアも雨降るためにアウトドアで使うためのものっていうのは、こういう自然の環境さらしで初めてなんで、今タラスブルバーの生地はすごい喜んでる。わあすごい、よくできてる。キャタピラー、これはもう生地勝ちですね。雨に強いっていうのはこういうことかなって。まあ、52R もしっかりと、こんなこの時点でテントってすごいなと思うんですけどね。水運べますよね、水抜けてない。で雨降ったらキャンプって不快なのかなって思うんですけど、まあ本当下から水が来ることないので、僕警報が出まくってテレビでバンバン言ってて、これぐらいの水深になった時、もうその時コールマンのテントをイベントで使ってたんですけど、水は入ってこなかったです。テントの外はもう本当にズワーって水流れてましたけど、全然大丈夫だったんで、テントに関しては水には強いと。ただ気をつけないといけないのは風、むしろそれしかなと思いますんで、特に雨が降る前の時間帯、急に風が吹いてきますんで、そこは経験でその風を知っていただいて、まず風対策をしとかないと、あとえらいことになるので、そこもちょっと計算してみてください。以上でございます。ちょっとこの後は各テントをちょっと直しながら行きますか。でこのテントをちょっとまあ一緒にじるっとしたら、今展示会なんでいっぱいテントが立ってるんで、雨の日対策で全て直していくとしたら、まずこのテントだったらこうするかなっていうところです。これもね、あの動線考えて崩していった方がいいですね。おお、雨が降ったら雨楽しみたいので、雨の日のレイアウトを考えて、どんどん水が流れるところが人の動線だったら嫌なので、通る動線を開けてあげて、こっちでアレンジをしていくと。ポールも長さが取れるので3節を2節にしてあげる。でこれここの結び方が大事で、普通の人これぐらいかなと思うんですけど、これだとこうやったら抜けてしまうんです。スルーって抜けてしまうので、僕の場合は初めからここを1回転、まあ2回縛り以上、もう1回でいけるんですけど、やっといてあげると、まあ強風、雨と風一体なんで、風が吹いてもこれはこのまま上がっていくイメージです。でまた落ちる、多分これぐらいで流れますんで、こいつはこれで OK。テピーに関しては初めから流れる方向決まってますんで、より綺麗に開いてあげる。でしょ、ちょっとこれハンマーでまた入れますけど、綺麗に綺麗に開いていくっていうのが大事かなと。雨が降れば降るほど綺麗にテンションをかけていってあげる。ここのテンションよりも膜のテンションを広げていってあげた方がいいですね。これ待ってました。これが降り始めてから多分20分ぐらいでこの状態なんで、この後これは必ず潰れていきます。潰れていく前にどっかしら破れますんで、これはすぐに回避してあげたいなと思います。で例えばここにテーブルがある、全部中に入れるのはちょっと嫌だっていう場合は、まずここの紐ですね。ここの紐をここに1本紐を引っ張ってあげて、ここから紐を1本走らせるだけで、雨どいができるので、まあ多分一番レイアウト的に崩さないのはこのままで雨どいを作る。これはもう予備ロープがないと多分できないので、予備ロープがあるといいですね。たまたまカラビナつけてたんで、花びらでいきます。
で紐がそれ用の紐がないと長い場合はもう単純にこの団子を団子ちっちゃくしてあげて、まあ短くピッチをここで切ってもらって、ここから引き落としで、ここにラインがあるので今溜まってるんでいっぺんにこう落ちちゃいましたけど、ここのところ伝って、これカラビナがよし悪しなんです。カラビナのここで落ちましたけど、ここ直接ラインで直結してもらったらラインの伝ってここまで落ちてきますんで、サイトの中はそこまでびしょびしょにならないのかなっていう。でこれでもスピードが追いつかない場合はクローズしていくのがベストです。クローズか片方だけ、もう片一方完璧に下ろしちゃって流れ作るか。で一応これはこっち側動線を生かしたようなイメージで今しました。ロゴスのパネルドゥーブルに関してはこの形なんで、ある程度はこのままいけます。もうすでに溜まる要素がないんですけど、気をつけないといけないのはここですね。ここに水が溜まってここ流れてくるんで、ここに侵入する可能性が高いです。で、ある程度だとここをしっかりと張っといてもらえればこっちに避けてきます。でどうしようもない時も、あ、まあ、これも一緒でここに溜まる予測なので、やっぱ前をちょっと下げるしかない。これも一緒なんですけど、左右対称に下ろす必要はないと思ってます。ある程度固めてあげた方が動線を生かせるので、こっち側を今倒したので、ここにもしキッチンスタンドがあればアーチサイドに戻してあげる。でこういうものの位置も打ち直しをしちゃうと、次に立て直す時に基準がないので、お父さんじゃないとできない。じゃなくてそのまま風やんで雨がやんだらそのまま緩めてもらって、これで OK っていうのがベストですね。これね、ぶっちゃけね、今雨でやってますけど風でも同じです。風の方向を読んでもらって、風の方向だけこうかわしていくようなイメージですね。まあ、こんな感じかな。ずらーっと見てもらったら、あそこのヘキサはもうちょっと落としてたんですけど、内巻きにしてる、まだ開いてる、落ちてる、下がってる、あっこは綺麗に、ティピはちょっとやりかけましたが綺麗に貼ってあげるみたいな感じでいいのかなと思います。で今普通の雨ですけど、どうしようもない時っていうのが雷が鳴った時です。テントに関してはそこまで高くはないですけど、金属が通ってたりします。雷が落ちた場合はそのままズドって抜け落ちることがあります。なんで気をつけたいです。で特に夏場にテントサイトを選ぶときに、フリーだったら木のそばを選ぶじゃう人がまあまあいるんです。構わないんですけど、木のそばに張った場合は木に落ちることが多いです。近くがあるとそのまま横飛びしてくるので、木の近くにテントがある人で雷が鳴り始めた場合はテントから離れてください。で、管理施設に行くか、もしくはオートキャンプであれば車が横に止まってるんですね。で車に雷は落ちません。落ちるんですけど、タイヤがあるので下まで落ちることはないので、一番身近にある避難すべきところは車かなと思いますんで、オートサイトを捉えて車が横付けか、フリーサイトでも駐車場に車が近ければ、何かの時は正直言うと車に入るのが一番ベストです。真冬はやめた方がいいと思いますけど、凍え死んじゃいますんで。どのメーカーもコットン素材とかでないか、フルコットンじゃない限りはもう防水はすごいです。多分家にある何よりも、どんなレインウェアよりも、どんなスキーウェアよりも耐性は高いです。テントに関してはまず雨に関しては問題ないって思いといてください。でそれよりもその形状的に水が溜まった時にどう流すかっていうところと、ずっと水が浸かってるところに関しては耐水性がどんどんなくなっていくので、水だまりになってるところ、スカート含めて水だまりっていうのはなくなした方がいいです。あと、経年でどうしても撥水性が落ちる場合はあるので、そこのところは中のシームテープの浮きとかで、だいたいその子のテントの状態を知ってください。撥水性が悪くなったからといってテントを捨てるんじゃなくて、天候に合わせてそのテントも使ってあげてほしいなと思います。雨の日の一番みんな嫌なのが、撤収したテントどうやって干すねんっていう問題があるので、実はこれを解決するサービスをスポーツオーソリティ一部店舗でスタートします。1個はもちろん幕張新都心で、福岡、
北九州の若松店と熊本の西熊本店、今パパって出てると思いますけど、この3店舗で真ん中飛んでるんですけど、テント乾燥サービスっていうのを店舗でやっていきます。ルールなんですけど、濡れた日の撤収から24時間以内に来てほしいです。撥水防水はテントするんですけど、カビに関しては一回入っちゃうともう取れない、まあ、それが怖いので、濡れたら基本は撤収でそのまま帰りにお店、さっき言った幕張、若松、西熊本に寄ってください。さっきちょっとカビの話をしたんですけど、カビるんですよテントって。テントのこの外側のいわゆるフライシートみたいなもんは防水がアホほど効いてます。めちゃくちゃいい傘のお化けみたいなもんなんで、基本的にはやってあげると中を突っ切ることはないです。この生地を突っ切って染みていくことはないんです。ただ一つ、カビが発生した場合っていうのは、カビ自体が防水のシート自体を壊してしまうようなイメージなので、カビが入ってるとこめがけて水は浸入します。でそのままずっと伝っていったら、カビがこういうふうに入っていった場合はそのまま穴が開いたのと一緒、穴が開いてなくてもカビが生えたら穴が開いたのと一緒の状態になります。あとインナーのこのここの生地、これ大きなツールームでもこういうドーム型でもあるんですけど、この生地とこの生地はそもそもが違います。でこれは防水、これは撥水。なんで撥水かっていうと、まあイメージですけど、防水しちゃうと暑いんですね。で空気の通りが悪いので、こっちは人が入るので通気性、通気性なかったら死んじゃうので通気性を重んじてます。その代わり撥水はします。ここの下は防水、こいつと一緒なので、このテントの中で一番濡れやすい、染みやすい、イコールカビやすいのはここです。なのでインナールームっていうのはすぐに干してあげた方がいいです。あともう一個カビが発生しやすいのがこのメッシュのパネルなので、メッシュパネルをたくさん持てるテントに関してはそこのところは要注意です。で濡れることは構わないので、カビなんで単純にタオルで拭いてあげてもいいんです。家に帰ってからですけど、気になるようだったらドライヤーでやってあげてもいいんです。単純にあのカビに対してテントっていうのは弱いっていうところだけ覚えておいてください。撤収するときにこの濡れてる膜だけを内側と外側で分けて大きな袋に入れてください。よく家にあるゴミ袋だったら、45リットルぐらいかな、45リットルだったと思うんですけども、そのサイズはこのドーム型テントしか入らないです。なので45リットル家で使ってるゴミに出す市で配られてるやつがある方は、ドーム型のテントの場合は2枚用意してください。で外側と内側でぐしゃぐしゃはダメですけど、あんまりきれいにある程度ふわっとした状態で両方分けて持って帰ってください。で車に積む時に立ててもらって、ビニール自体は結ばずに上を開けといてくれるとベスト。ツールーム持ってる人っていうのはおすすめは90以上で、90も僕の中ではあんまり使えないので、たまに120とか150があったら絶対買ってる方がいいです。あの大きなホームセンター行ったらあるので、120、150があったら買っといてください。でこれはもう結構使えます。僕は車なんかいつも積んでますけど、大概のテント以外の道具も実は入るんですけど、それを入れます。でその場合も上と中は分けるようにしてください。でそのままお店に持ってきてもらえれば一番セーフティーで、家で乾かす方に関してはここ大きな誤解があるんですけど、家にそんな立てるスペースがないんですって言うんですけど、立てる必要は全くないです。でむしろ立てない方が僕の場合はいいかなって思ってます。立てたらなんでまずいのかっていうと、まあ、まずスペースがないでしょうと。でほったらかしているとカビが生えちゃうのと、風が飛んじゃうのでまたペグダウンしないといけない。さっきまで雨降ってたのに家帰ったら乾いてる、晴れてるんやったらその場で乾かせよって話になるんで、その場合は外幕、ベランダに物干し竿かマンションとかでも何でもいいですけど、こう柵がある、あるじゃないですか、ベランダ、あそこにポンとかけといて布団干しのハンガーで留めちゃう感じです。飛ばないです。で心配になるんだったらロープが出てますので、どうかくくっといてください。
インナーの方は部屋の中で干せます。テーブルあったらかけといてもらえればいいです。冒頭言ったみたいにこれは撥水でこれは防水なんで、こっち側を上にしておいてもらえればで、乾かすっていう観念がキャンプ場だとそのまま乾かしたくなるので、立てないといけないとか天日でと思うんですけど、別にタオルで拭いちゃって構わないので、カビだけ注意していただくイメージです。そうしたらこう家の中でもいけるけど、こいつどうすんねんって話なんですけど、雨の中でも干した方がいいです。長雨の場合で干せないよってなった場合は雨の中でも干した方がいいです。ビニール袋とかに入れたまましとくと中で蒸気が発生して、結局のところここのテープのところをめくりながら入っていっちゃうので、雨の中でも干すっていうのは僕の中では常識で、ある程度乾いたら中に入れてあげるようなイメージ。あと立てたまま例えば干したとしましょうよ。そしたら生地自体に思いっきり癖がつくんですよね。重たいもん濡れてるんで引っ張られた状態でなるので、こういうポールが通ってるところがビッて生地が伸びた状態で乾いてしまうので、これも良くない。生地は成立させた状態がいいので、できるだけノーテーションで越してあげるのがベストになります。まあ、雨の日の撤収はこんなところですね。とはいえども結構労力とお家の中で干すと、やっぱりこうお外じゃない感じの乾き方というか、まあなんか生活臭がついちゃうんじゃないのとか、部屋の中ぐちゃぐちゃになっちゃうという場合はもう持ってきてもらってお店に預けていただければ結構かと思います。で、くれぐれもこれは全てのお店がやるわけじゃなくて、特定された、キャンプの強化店舗が始めるサービスになりますのでお願いします。あと一つね、フルコットンの膜に関してはちょっと受け入れないです。ポリコットンはあり、ポリとコットンの混合の部分は大丈夫です。ただ時間のリミットはあります。で一応ここにメニュー表金額出してます。楽にはなると思いますよ。車の中片付くし、次使う時には綺麗に畳まれてて、まあ言うても俺はプロなんでプロが畳みますので、綺麗な状態になります。で1個だけ言うと、ポールは持って帰ってください。ポールいらないので、先ほど立てた状態ではやらないので、お預かりするのは巻く生地だけをお預かりしますのでお願いします。以上、雨対策、梅雨対策言うたんですけど、まあ要は言いたかったのは乾燥サービス特定店舗で始まるぞっていうところですので、ぜひ特に初心者の方、心配せずに雨の日キャンプ行ってください。チャンネル登録といいねお願いします。